とりあえず初手でオツ1とジャスティスを、おかしい、ジャスティスですか、投票すればいいんだよね。なんでですか、ジャスティスさん、やめてくださいよ。もうとりあえずフラフラしてたらもう言いますからね、私ボタンを押して。やっぱり、オスナリズムが通じないですからね。うん、寂しいとか言っても、寂しい。引っ張ってきますからね、もう。暴かれるぞでは、いきます。りょうご、りょうごちゃん、今日、一人目なんないね、あんまり、ね。いや、僕、ね、やめてくださいよ。それ言ったら絶対一人目になっちゃう。長生きするからな。ああ、よかった。来る来ないな。来る来ないおかしいな。インポスター来ないな。来ましたね、インポスター。さあどうしようかな。キッチンスタート。ボタン押しに行くか。押せるかな。まあ最初10秒あるからな。押されちゃうかな。押されちゃうかな。どうだろう。お、行けますね。ぶねー。ナイスです。ギリギリだ。嘘。池崎さん。マジで。え、そんな短いんだ最初。すごいね。とりあえず、おついちやった？いや、一緒にいたでしょうよ。どう考えても。いや、一緒にいたからさ。一人でいたんで、先に無実を証明したいんで言いますけど、メインホールに巻きまして、はいはい、電気室に降りて、セキュリティールームで確認してたんですけど、池崎さんの姿は見れなかったです。セキュリティです、最終地点。で、誰とも会いませんでした、そこにいて。うんうん、あ、清塚はアーカイブから湧いて、シャワー室通って電気室のなんかタスクやろうと思って階段降りてる途中でこれが鳴った。あ、この二人黒いですね。あ、有田さん、はい、ちなみに僕ミーティングルーム最後いたんですけど見えました？え、見えてない。見えてないですけど、階段の音聞いててもらってたら上がってる人がいたってのわかると思うんですけど、一応なんか僕も押しに行って、黒いね、なんで本当だって黒っ、待って、僕すれ違った人いる、宿舎前通路とかエンジンルームのあたりで誰かとすれ違ってるはずです。何、僕すれ違いました。あ、ケイツさん、ケイツさんと、はい、よかった。で、ミーティングルームも、いいんですよ、そういう情けをかけなくても。今、待ってこれ、ねずみさんは動きはどんな感じ？アーカイブには行って、ラウンジの方へ行きました。ラウンジの方へ、あ、じゃあ向かって清塚さんと、最初にいた気はするんだけどね、地図見てから行ったから、ちょっと、ああ、タイミングがずれる可能性は確かに。あ、そう。そうですか。そこ池崎さんね、誰も見てないっていう。どこでない。あ、そっか。なんだろう、わかんないのか。そっか。でも、まあ、あとは、脇から考えれば見てないんだったら、一人で湧いた人のところに一緒に湧いて殺したっていう可能性はある。ああ、言うやん。言ってくれるじゃん。それはね、俺が前回やった時に食らったがあれだからね。まあでも、何、アニジャを当社に入れたの？基本的に自分のね、動き、ほら、最初に言ったじゃないですか。で、この矛盾が生じたら不利になるのはしかりなのか、俺普通に、いましたかね。一応僕行ってないんで言っとくと、僕キッチンで一人脇だったんですけど、エンジンルーム、ミーティングルームまで行ってる間に多分キルは取れないと思います。10秒ぐらい多分キルクール最初あったはずなんで。なるほどね。本当に味じゃ落とせないよね。いいよ、おいよ。と、ちゃっかり白っぽいアピールもしつつ、さあどうしようかな。サポータージュ使うか。結構時間あるな。ふう、あ、ナイスでーす。ナイスでーす。誰も死んでないね。死んでない。ネズミさん、ネズミさん、どうしてボタンを押したんですか？キルクール殺し。あ、まあ確かにそろそろ。まあよ、そろそろでしたね。はい。みんな、37.5 です。はい。はい。この辺、さっきよりちょっと短くしたんだもんね。そうですね。早くなっております。エンジンルームからメインホール側にいたら、おついちが右から来たんですけど、これどういうことですか？
や普通にあのコックピットでタスクがあったからそのまま一直線抜けたんですけど。なるほど。なるほどね。その先にしたいの何もなければ。どうしてどうして抜けたんですかそっち。なんでそっち行ったんですか。あおや抜ける必要ありますか。どうしてタスクやったんだ。なんでタスクやってるんですか。いやでも。逆に言うと清塚さんなんで後ろから追っかけてきたのかなっていう。追っかけてないよ。私あの銃片付けるやつあのやろうと思って。どうしてそれやろうと思って。どうしてやろう。なるほど。なんで銃をいいですか。なんでなんでアマンガスやってるんですか。まあ詰め方情報昆布は出汁が取れないんですか。まあちなみに僕が見たのはコックピットから武器庫の方に戻ったら健一さんと清塚さんがいたのは見てます。あそう最後ね。はい、なるほど。はい、そうですね。はい、そこは合いました。音じゃアーカイブ脇したんですけど誰もいなかったんで普通に自分あのトイレのタスク、ま、みんなそういないからちょっと怖いな。ただ別に選べないですからね。3分の1の確率ですから。うん、うん、なんかの嗅覚が働いているのかも、ね、ちょっと遅めに出てるんちゃいますのそれ。最速で出てるんじゃないの。最速で出てる。あだとあでもそうか遅めに出るのはある意味あれなのか。としては松丸さんは全然仕切んないね今回。ねえどうした今回静香。いやみんな争ってるなんか話すことなくない。自分の結果を何の見自分の見こういう時つらいよね。でも別に話す理由ないんだよな今な。だってみんなお互い争ってるからな。どうしたもんかね。よいしょタスクタスクここかな。タスクだね。はいはい、はい、これやってるやってますよ。すげえリド君が荒ぶってんな。後で遊んであげるからね。どうしようかな。この辺妨害しとく。でよどうしようかな。時間的なと5秒ぐらいか。ちょっと切り取りたいよね。あコミュサボね。コミュサボ。ボタンのあたりとか見に行きます。誰かいるかな。いないか。どうしよう。誰もいないな。ボタン押す。でも僕も押したんだよな。みんな偏ってると嫌なんだよね。どこでキルを取るか結構大事な大事なポイントではある。誰か亡くなってます？生きてますね皆さん。ちょっとタスク進んじゃうから早めに止めたいけど、いいところでいいところにいないな。どうしようかな。こんなに悠長にもしてられないんですよね。鳴らすと鳴らしようか。よいしょ。いるいる。あ、とりあえずここは。お。あーおうわおさん。見たよ今何かを。見たよ今何かを。見た。どうどうした今。あれじゃあれじゃどうする？やった？音じゃ。音じゃ。あれじゃあれじゃどうする？いやこれ怪しいな。そういうこと？これもう今すごいだってダクトの方に走っていくネズミさんみたいな。誰か？いやいやね確かに。えネズミさんなんかいます？何が起きたの？俺はずっとおついさんと一緒に行動しててで、今のアラームが鳴ったから、うん、おついさんにまた任せて俺は右に行って松丸くんがいたんですよ。うん、で奥から、うん、と健一さんも来て、うん、いました。はい。やべ健一さんにやられるって思ってまた俺左に戻ったんですよ。なんで戻った？いややらないです。やってないですけど、そしたらもうおついさんの上半身がなくて、ネズミさんがダクトに向かってこうやべっつって言って走ってる。すごい勢いでダクトの方行ってましたけど。二人に見られてる。いや別にこれスピード同じだからすごい勢いも何もないと思う。あ本当ですか。もうあの漫画とかである足がもうぐるぐるになってる感じでこう
ヒューッ！って言ったんだろう。いやー、めっちゃびっくりした。走る速度は同じなのに。そうっすね。慣れてないからやっぱ分かんなかったんだよね。慣れてないから。あっちダクトだったの？あっちダクトですよ。ほんと。じゃあねずみさん、あの、あともう一人誰か入ってくれたらこの回は、あの、ひどい交渉術だな。すごいな。最終的に殺されるんだよ、うん、そう、どの道殺されるパターンのやり方だけど、それ。いや、知らないんだけどな。本当ですか。まあ、でも、インポスターじゃないから。いや、なんか一人に見られてたとかだったらローラーでいいと思うんですけど、アニジャさんと本当じゃない。運悪くプロペラで戻るとそう、宿舎方面から来るアニジャにね、挟まれてそう、なんかもう全然宿舎前通路に行く気ない動きでしたからね、完全にすいません、失礼いたします。はい、これで違ったらちょっと音じゃもローラーするんで試してください。まあまあ、でもね、あったんですよ。ずっと前からね、チラチラ見てたんですよね、ネズミさん、おついさんのこと。狙ってたのか。チラチラ見てた気がする。さあ、というわけで若干厳しくなりましたね。まあでも、いい、ネズミさんは2キルも取ってるからね。から僕が頑張んなきゃいけないターンですね。うん。試されるね、腕が。お。コミューサボか。コミューサボ直しに行きましょうか。まだ時間あるからね。タスクがどれぐらい終わってるかが結構大事なんだよな。あー、結構終わってるね。いや、これあんま長いできないな。元女さんとキヨさんね。オッケーオッケー。配線繋いでるフリー。いやー、ちょっと今ここで切り取ってもしょうがないので、いないよね、いないよね。入りますか。あ、見られてるかな。停電。え、そう、みんなどこにいるか分かんないんだよな。ちょっと今弁当若干浮かさったかもしれないですね。どうだろう。来た。うわー、やっぱ嫌な予感したんだよな。うわー、嫌な予感したのよ。ちょっと長かったから。あ、でも結構タスク進んでるな。うん、私あと1個ぐらい。僕もあと1個です。僕どれぐらいだろう。もうちょいって感じですね。レイズさん最後ミーティングルームですれ違ったけど、はい、あの、はい、私から逃げようとする感じの動きしてたね、はい、そうでした。めっちゃ怖かった。お互いちょっとビクッとしたもんね。そうです。で、距離を置きながらすれ違いましたね。そうだね、はい、だから二人は私は違うと思うな。で、アニジャも違うようにするんで、私はやっぱりリョウゴくんかな。え、僕ちょっと待って、最後の場所どこに行ったんですか。僕ですか、はい、最後メインホールですね。最後メインホール、はい、メインホールの辺り。その手前はなんか一回すれ違いましたけど、あの後どこ行ったんですか。え、どこですか。どこですれ違ったっけ。一回あの通信室の前あたりですれ違いましたよね。ああ、はいはいはい。あの後そのままエンジンルーム、メインホールですね。いや、デモデッキの方行ってましたよね。あ、一応武器庫のタスクを一回やってます。武器庫のタスクやって通信室、エンジンルーム、メインホールです。はいはい。僕はずっとアドミン見たんですけど、はいはいはい、松丸君の動きがね、なんかちょっとおかしかったんですよ。武器庫、キッチン、展望デッキまで行ったなと思ったら、突然そこからなんか急にパッて消えたんですよね。で、はいはいはい、エンジンルーム方面になんか急に人が移動したのが見えまして。でもエンジンルーム方面に移動するとしたら、キッチンからですよね。展望デッキから無理じゃないですか。そうですね。まあでも、なんかもう、すごい勢いで移動していただければ別に問題ないのかな。セキュリティとかその武器庫とか、はいはいはい、そのまま人は動して移動していかなかったんで、間違いなく弁当移動してた確実でしょうね、はいはい、で最後ラウンジで清塚は一緒にいたんで結構、うん、はい、そうですね、はいはい、そうなると、まあやっぱりその直前に松丸さんとはすれ違ってはいるんですけど、僕も、はいはい、でもどこだったんだろう。多分エンジンとかその辺だ。エンジンルームですれ違った気がしますね、はい、なるほど。普通にエンジン行ってるんですよね。だから逆に下の弁当移動の話、うん、最後は残りの2人は違うのかな。最後みんなどこにいたんですか。
ミーティングルーム。僕は金庫室です、うん。メインホールはありえないんですよ。いなかったんで。ラウンジに最後2人ついてそのまま終わったんで。ラウンジ？うーん。じゃ行ってないです。両国くん。多いな。これはニジョさん。いや、音ジャガー公式マークついたの嫌なんじゃないかな。これはちょっとでも。いやいや、公式マークは欲しい。ベント移動がちょっと浮かさったな。コックピットに人いないと思ったんだけどね。アニジャさん黙らせるか。いやでもアニジャさん黙らせたらさすがにダメなんだよ。でもアニジャさんをキルしないと勝ち目ないんだよな。どうしようかな。むずいな。アニジャさんをキルしないと勝ち目がないが、アニジャさん、アニジャさんどこだ？探しますか。カメラ見て。キバスカさんか。そうなんだよね。こればっかりはね。いやー、ベント移動がちょっと浮かずでしたね。治るかな？あ、治ってる。ライトサイドノットアクティブ。なるほどね。まあ、ちょっと。どうしますか。よいしょ。これ、さっき怪しいかな。待って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 。怖いよ。を残してる人がどれぐらいいるかなんだよな。大事なのは、いや多分あの兄者さんアドミンだと思うんだよね。違うかな。アドミンじゃないか。どこだろう。あー、ミーティングルーム。でもボタン押してないな。エンジンから、エンジンから、エンジンから。あ、でもこれタスク終わっちゃうな。やんないとタスク終わりますね。やらざるを得ないですね。その上で閉める、閉める、鳴らすかな。いやー待って、コミュサボなんで。コミュサボじゃない、コミュサボじゃない、やめて。コミュサボはダメだって。待って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 、なんでなんで。コミュサボはダメだよ。危ね危ね危ね危ない危ない。待って、あー終わった。なんでコミュサボなんでコミュサボなんだ。あれ終わらない？終わってないな。くそー、タスクか。ギリギリ。おお、ギリギリタスクで勝ったな。ごめんね、リョウ君。いや、ネズミさん、これ、ちょっと待って待って、ネズミさん。もしかして通信室のやつ。そう、通信室。いや、違う、松尾君ね、バレてないの。あ、バレてないんだ。そう、バレてなくて、多分最後ケンイチさんがタスクやって終わった。あ、そうなんだ。閉じ込めたつもりだったんだけどね、ケンイチ君はね、はいはい、あ、なるほど。いや、僕の多分僕側の配信、僕めっちゃ叫んでますよ、あの瞬間。あ、通信室、なんでなんでって。そう、いやだ、大丈夫。見るの楽しみだわ。チロさんもね、ケンジさんもね、違うとこ行ってた。あ、タスクで、そっか、タスク優先して勝ったんですね。そう、タスクもやった方がいいと思って。うん。ああ、すごい、でもその判断が確かに。